うん、うまいわ。何年ぐらい前に設置したんですかね。これですか、はい、これで3代目だから、はい、何年ぐらいでしょうね。3代目。3代目。あ、一番最初はなんか川崎、あ、川ですガッシャンってやる、はいはい、黄色いやつですね。なんとかって言ってましたよ、はい、私は全然知らないんですよそれは。あ、もう30年40年になりますけど、始める時からこの店を始める時に自動販売機の、はい、あのなんていうんですか、ドライブインみたいなのありますよね。 はいはいはい、あれのためにこれ作ったんですって最初。あ、そしたらそんなのもったいないから、はい、食堂やれやって言われて、で食堂をやるにつけてこの機械をこっちへ出したらしいんですよ。それから始まってるので、何年くらい前だか覚えてるんですかね。私が嫁に来て30年ですが、その前だから40年。40年ぐらい。もっと前かもしれない。